竹山県は中華人民共和国官縮省、天水市に位置する県。県人民政府の所在地は上官人。竹山県は天水市西北部に位置し、東は韓国県、南は敏県、霊県、西は県、北は老生県、通り県に隣接する。新大から全館にかけて、県域の大部分は同県に属していた。八十八年。 五官は、上部県、道県地域に、新興県を設置、南安郡の管轄とした。その後三国時代には、武城県、新興県と解消され、新興県内には中東県が新設された。447年、北魏は中東県を新興県に編入し、高安市郡の管轄に、590年には、新興県は、老政県に編入され、 老西軍の管轄に置かれた。763年、県域は都番の藩都とされたが、866年に、東朝の支配下に再び戻され、る大き道一州の管轄とされた。五代十国時代は、県域は都番の厳州とされていた。1019年、県域に、旗を取りじ旗衆の下に、年延祭が設置。1072年には、 老生地域に通通軍が設置されると、ネイエン祭は通援軍の管轄に置かれた。1104年、ネイエン祭は県に昇格、ネイエン県が成立し、片島政治片州の管轄とされた。1131年、金朝によりネイエン県は選挙されると、1207年にはネイエン祭に降格し、臨東路通援軍の管轄とされた。1234年、 モンゴル軍により金朝が滅亡すると、ネイエン祭は、モンゴル帝国の支配下に組み込まれ、1279年には、ネイエン県が、再び設置されて、新末まで添い重ねされた。中華民国が成立すると1913年、北京政府は、湖南省に、同盟の県が存在することから、竹山県と改称、伊川道の管轄とした。 1928年7月の同性廃止に伴い、新設された、伊川行政区に関されたがまもなく、廃止となっている。1934年、行政正しさつ区制度の施行に伴い、天水行政、正しさつ区の管轄となり、1935年7月には、第4行政正しさつ区に関された。中華人民共和国が成立すると、 竹山県の名称が踏襲され、当初は、天水分区、正しさし千区の、1951年4月に、天水区、1955年2月に、天水千区、1969年10月に、天水地区と、上部行政区の変遷を経て、1985年7月に、天水市の管轄となった。十三鎮、に今日を管轄。ありがとうございます。